骨のおしゃみ部屋へようこそ。今回はね、こちらの商品をご紹介したいと思います。こちら、バン、はい、ハンターハンターシールウェハースですね。はい、こちらがね出ました。ついにね、ディフォルメシールウェハースにもね、ハンターハンターが参入ということでね、いや、これは嬉しい限りだね、ハンターハンター好きとしては。はい、ということで、こちらをね、今回は開封させていただきたいと思います。一応ね、はい、20個入り、ボックス20個入りで、シール1枚で全32種っていうことでね、はい。まあ、普通に1箱じゃ揃わないんでね、はい。バンとね、はい。画面映ってないけど、2箱あります。はい。ということでね、早速こちら開封してみたいと思います。はい。早速ね、開封しました。絵柄をね、パッケージの絵柄を見てみましょう。絵柄はこの2種類ですね。はい。もうめっちゃクラピカがめっちゃかっこいい。クラピカめっちゃかっこいい。はい。デコンね。まあ、ハンターハンターでの推しはね、キルアなんですけれども、今回の多分最上位レアはクラピカですよね、多分。幻影旅団編かな？うん。だとしたらクラピカが多分最上位レアで、クロロもいるね、うん、はい。では早速こちらね、一つずつ開封して見ていきたいと思います。はい、では早速ね、上の方カットしましたんで、じゃんじゃんね、開封していきたいと思います。では早速1枚目いきます。せーの、はい、ひそかですね。あ、ちゃんとハンターハンターのハンター文字っていうんですかね、こう読み取れない、はい、これでひそかって読むんですね。はい、はい、ナンバー8番ノーマルですね、ひそか。はい、では2枚目いきます。せーの、マチですね。マチ、はい、これでマチ、うん、一応 M だよね、 M って書いてあるけど、ハンター文字、はい、マチは15番のレア、あ、レアですね、マチは。はい、では3枚目、せーの、戦慄ですね、はい、戦慄、こちらはノーマル10番、はい、4つ目、せーの、おわ、キラキラしているひそか、そうか、キラキラ SR か、16番、スーパーレアで、これプリズム仕様なんだね。うーん、はい、はい、5枚目、せーの、フランクリンですね、フランクリン、レア19番、おそらく幻影旅団全員はレア枠かな。うん。はい。7枚目。せーの。あ、レオリオ。レオリオですね。4番、ノーマル。レオリオ。はい。さっき7枚目って言ったけど、これが7枚目ですね。はい。来ます。せーの、あー、ゴン来ましたね、主人公のゴン、スーパーレアですかね、はい、25番、スーパーレア、ゴン、はい、8枚目、せーの、ネオンですね、はい、ネオン、ネオンは11、ノーマル、
9枚目せーの、ああ切りました。これちょっと待って、これ箱押しじゃね、あ箱入ってるね、来ました。ジャッジメントチェーン、クラピカかっけえ、おーいいね、はい、HR ハンターレアですね、29番ハンターレア、クラピカジャッジメントチェーン、おーいいね、白押しが豪華だね、はい、では10枚目せーの、あキルアですね、キルアのノーマルですね、ハンター試験の時かな、2番ノーマル、はい、では折り返し11枚目せーの、これはなんだあら、これはキルアだけど、なんかすっごい、なんかえ、なんだこのレアは、わ WHR32、 あれ WHR ってなんだ、ダブルハンターレア、ダブルハンターレアだこれ、あダブルハンターレア、これ最上位レアじゃないですか、まさかのキルアだ、やった最上位レアにキルアが、これは嬉しい、かっこいいぜ。では12枚目せーの、あこれまたゴン、あれダブったかな、あこれはダブってないか、ゴンのノーマルは出てないね、1番かナンバー1かな、はいナンバー1ノーマルゴン、はいはい13枚目せーの、あウボウキンだね、はいウボウキン、ウボウキンは23番レア、はい14枚目せーの、あイルミですね、はいイルミノーマルかな、はい9番ノーマルイルミ、はい15枚目せーの、シャルナークですね、はいシャルナーク18番レア、はい16枚目せーの、あれこの、あダブリか、あダブったな、あれなんだこれ入り方、あれ入り方が逆になってんこれ入り方が逆のやつが出ましたこれは封入ミスですね、うん珍しくもないんじゃないかな、なんか結構メルカリとかでね、なんかこういう横向きに入ってるやつが出品されてたりしますけれどもね、うん、自分では初めて出ましたね、あ本当にあるんだって封入メシスやこれ、はいはい17枚目せーの、あクラピカのノーマル、クラピカのノーマル3番ノーマルクラピカ、はい18枚目せーの、あ信長13番レア信長、はい19枚目せーの、トンパですね、トンパなんか入ってんだ、これは6番ノーマルトンパ、これは出て嬉しい人いるかなはいラスト1枚いきます、せーの、あれちょっと待って
あれハンターレアのクラピカが2枚出たな。最後ダブリだけどハンターレアのクラピカだ。あら、ハンターレアのクラピカ2枚入ってることあるんだね。でもどうなんでしょうね、ワンボックスにダブリは2枚でしたね。18種類、今のところ18種類出ました。はい、では次のボックス開封しましょう。はい、では2ボックス目いきましょう。1枚目、せーの、おお、きった、クロロ一発目できたぜ、かっけースキルハンター、クロロかっこいい、紫の箱押し。30番、ハンターレアクロロ、いいね、かっこいい。はい、2枚目、せーの、あーダブリ。3枚目、せーの、あーダブリ。4枚目、せーの、あ、これは持ってないぞ。はい、持ってない、キルアのスーパーレア26番。はい、さっき出たやつ、さっき出たね、ダブルハンターレアのやつの絵柄ですね。いいね、キルアかっこいい。これでキルアコンプかな。はい、いきます、せーの、アイルミー。はい、せーの、あ、これ持ってないぞ、せーの、せーののスーパーレアだなこれ。28番、せーの、せーのがいるっていうことはって感じだよね。いきます、せーの、あれダブル、はい、せーの、あーダブリ、はい、せーの、あーダブリ、はい、せーの、あーちょっと待って、ダブリクロロハンターレア、ハンターレアのハンターレアってワンボックスに2枚入ってて同じやつが入ってんのかな。さっきのボックスはね、ハンターレアのクラピカだったんですけれども、このボックスはもうすでにハンターレアクロロが2枚出ちゃいましたね。はい、いきます、せーの、あー、やっぱりいるよね、父ちゃんいるよね、シルバー。27番スーパーレアシルバ、いいね、いきます、せーの、はい、はい、せーの、あ、フェイタンは出てないか、あ、フェイタンは初ゲッツ、レア14番、フェイタン、はい、いきます、せーの、あーダブリ、はい、せーの、ダブリ、はい、せーの、ダブリ、はい、せーの、あ、これは持ってない、クロロのスーパーレアだ、燃魚。12番スーパーレア、クロロのスーパーレア、よし持ってない、はい、せーの、あ、半蔵も持ってないな、あ、半蔵出てない、半蔵もラインナップされてるんですね。はい、ノーマル5番、はい、せーの、
フィンクスも出てねえわ。はい、17番レアフィンクス、2ボックス目漏らすと1個ダブルハンターレアって出てないね。いや、入ってないボックスもあるってことかな、まあ、この1枚がどうかな。いきます、せーの。あ、持ってないけどダブルハンターレア出なかったね。はい、さあどつ。7番ノーマル。はい、ではね、ちょっと何が出ていないのかをね、見たいと思います。はい、数え終わりました。はい、一応ね、ダブリなし、ダブリを数えないでやったら27種類でした。はい、あと5枚足りない。はい、こんな感じで、これは一応番号順にね、並べてあります。で、ダブルハンターレアはね、ゴンがないですね。あとは残りは幻影旅団ですね。幻影旅団のメンバーがまだ足りてないです。はい、これを見るとね、アクノダ、ポノレノフ、コルトピーがないな。ですので、バーン、サドンデス。3箱目があります。はい、ということでね、3箱目も開封していきましょう。もう私はね、フルコンプを完全に狙いに行ってますからね。はい、自力で。では早速いきましょう。あ、その前に、この段階で、エンディングとか言ったらもう、すべてダブリです。さしてください。もうね、編集するのも、もう疲れるんですよね。全部ダブリでね、チン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 鳴らしてたらね。はい。ということで、さあ、これから、果たして止まるのか。持ってないやつが出たら、もちろん、止めます。はい。止まるのか、そのまんま、このまんま終わるのか。いきます。せーの。あ、やっと出た。やっと出ましたよ。コルトピ。24番レア。いや、持ってないやつ出た。コルトピ。すげえ、十何枚目？12枚目ぐらいかな。はい。やっと出た。あ、来た。おー、びっくりしたぜ。金ピカピンだったからさ。やった、来た。ダブルハンターレアのゴン来ましたね。やったぜ、これで最上位レアコンプ。ダブルハンターレア、31番。ゴン。これで一安心だぜ。あとは幻影旅団いきます。あー、やっと出た。あー、19枚目でやっと持ってない。ポノレノフ、22番レア、やっと出た。はい、ということでね、あとラスト1枚、まだ出てないのがあと2枚ぐらいあるんちゃうかな。はい、どっちにしろもう無理か。いきます、せーの。ああ、はい、ということでね、3箱開けてね、出てないのが雫とパクノダ、雫とパクノダが出てない。この2つが出ればフルコンプでした。はい。まあこれはもうフリマとかで買うか。はい、まあでもね、一番多分高いであろうね、ダブルハンターレアのゴンがね、最後のボックスで来てくれてよかったですね。はい。いやー、これはやっぱね、
どうなんでしょうね。まあ YouTube をアップしてる側からしたらやっぱりこういうのを買って開封してそれを動画にするのがね、やっぱこう目的っていうのがあるんでね、まあ、皆さんはね動画とかに上げてない方はねコンプリートしたものを買った方が早いですね私はねちょっと、動画のアップ側なんでね、はい、やっぱこういうのは開封してお見せするのが、お勤めなんでね、はい、いやそれにしてもねなかなかこのシリーズはいいですね。やっぱりねディフォルメシールウェハース系はデザインが秀逸、まあ、皆さんもねおそらくコンビニとかで売ってると思いますんでね、見かけたら買ってみてはいかがでしょうか。ということでね、今回の動画は以上になります。ぜひチャンネル登録していない方はこの機会にねぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。